平野翔の真の魅力とは、元キャスティングエイディが語る彼の魅力、キング・プリンス時代から見守ってきたリナの告白。リナはキャスティングアシスタントディレクターとして、長いキャリアを積んできた。その中でも、彼女が特に感銘を受けているタレントの一人が平野翔だ。彼について語るとき、リナの目はいつも輝いており、その評価は非常に高い。平野翔は、彼女にとって単なるタレント以上の存在だ。 キングプリンス時代から彼を見守ってきたリナは、彼の持つ純粋さや努力する姿勢に心から感銘を受けているという。特に、彼のダンスや演技に対する真摯な姿勢は、広告やエンターテイメント業界での彼の成功に大きく寄与していると彼女は強調している。リナによると、平野の最大の魅力はその、自然体でいることだという。多くのタレントが自分を誇張したり、見せ方を計算する中で、 彼は常に自分らしさを忘れず、飾らないスタイルで人々の心を引きつけている。リナはその自然な魅力が、彼を特別な存在にしていると確信している。彼の素朴で誠実な姿勢が、視聴者との感情的なつながりを深め、広告効果を一層高めているのだと語る。また、平野翔の多彩さについてもリナは強く言及する。彼はアイドル活動にとどまらず、 俳優としても数多くの作品で成功を収めてきた。ドラマや映画での彼の演技力は非常に評価が高く、どんな役でも真摯に向き合う姿勢が、リナには非常に印象深いという。彼女は平野が持つこのプロフェッショナリズムが、広告主からも高く評価されていると強調する。そして、リナは彼の謙虚さをも忘れずに称賛している。どれだけ大きな成功を収めても、平野紫は決しておごらず。 常にに周囲の人々に感謝を忘れないといとう彼の謙虚な姿勢は、キャスティング業界でも非常に稀有なものであり、その姿勢が彼をさらに特別な存在にしていると彼女は語る。彼のようなタレントを見つけ、キャスティングに関わることは、リナにとって大きな喜びであり、誇りでもある。まず、平野翔さんはジャニーズ事務所に所属していた頃から、彼の存在感は群を抜いていました。 キングプリンスのメンバーとしてデビューし、瞬く間にトップアイドルへと駆け上がりました。彼の歌唱力、ダンス、そしてその圧倒的なルックスは、ファンだけでなく、広告主やエンターテイメント業界のプロフェッショナルにも強く支持されてきました。しかし、彼の真の魅力は単なる外見や技術だけにとどまらず、彼の誠実さや自然体な姿勢が、多くの人々の心をつかんでいる点にあります。平野翔さんは、 キング・プリンスからの突然の脱退で多くのファンに衝撃を与えました。アイドル活動だけでなく俳優としても非常に活躍していた彼がグループを去ることは多くの憶測を呼びましたが、その後のアーティスト活動の再開はファンにとっては嬉しいサプライズでした。彼は元キング・プリンスのメンバーである岸優太さん、神宮寺優太さんと共に新たなグループ、ナンバー・アンダーライン・アイを結成しました。これにより、 彼はさらに新しいいステージへと進んでいますこのグループは、旧ジャニーズ事務所を退所した彼らが独自に歩み始めた道であり、エージェント契約という形で飛べと提携しながらも、自らのブランディングやマネジメントを行っている点が特徴です。この新しいスタイルは、平野さん自身のクリエイティブな自由を最大限に生かすものであり、彼の魅力をさらに広げることが期待されています。 平野翔さんが広告業界においても注目される理由は、その多彩な才能と幅広いファン層にあります。彼は特に若年層から圧倒的な支持を得ており、彼の出演する CM は高い広告効果をもたらすと言われています。例えば、彼が出演したサントリージンミドリンの CM は、彼の洗練されたイメージと商品のブランディングが見事にマッチし、視聴者に強い印象を与えました。また、 彼が起用された、ワンジュンギョヘアーや、ボシュロムアクアロックス登録商標マークアンデー UV シンなどの CM も、彼の爽やかで健康的なイメージが商品価値を高める要因となり、大きな反響を呼びました。平野さんは単なるアイドルにとどまらず、幅広いジャンルで活躍することで、CM や広告の多様なニーズにも依頼られる存在であることが証明されています。人気アイドルを広告に起用する際、 重要なのはそのタレントが持つ影響力とターゲット層との親和性です。平野翔さんは若者を中心とした広範なファン層を抱えており、その影響力は非常に大きいです。広告主にとって彼のような人気アイドルを起用することはブランドの認知度を一気に高め、ターゲット層へのアピール効果を最大化するための非常に有効な手段となります。また彼の誠実で真面目な人柄は、 商品の信頼性やブランドイメージを高める要素としても評価されています。彼の出演する CM は、単なる広告にとどまらず、視聴者との感情的なつながりを作り出すことができ、結果として商品の購買意欲を高める効果が期待できます。さらに、平野翔さんの特筆すべき点は、彼が単なる、アイドルという枠に収まらない存在であることです。彼は俳優としても成功を収めており、 ドラマや映画での演技が多くの視聴者に感動を与えています。彼が主演を務めた「クロサギ」や「かぐや様はつらせたい」は、その演技力の高さが評価され、俳優としての地位を確固たるものにしました。こうした演技力とタレントとしての魅力が相まって、平野さんは多方面での活躍が期待されるオールラウンダーとなっています。これにより、彼の起用は幅広いジャンルの広告で効果を発揮することができ、 広告主ににととっては非常に魅力的な選択肢と言えます。広告業界において、平野翔さんのような人気アイドルを起用することにはいくつかのメリットがあります。まず第一に、そのタレントが持つファンベースを活用することで、広告の到達範囲が飛躍的に広がる点です。平野さんのように、すでに確固たるファン層を持つタレントは、そのファンを通じて広告商品やサービスの認知度を一気に高めることができます。 これは特に SNS の普及により、ファンのリアクションやシェアが瞬時に広がる現代のマーケティング戦略において非常に有効です。第二に、人気アイドルの持つブランド価値を広告に活用できる点です。平野さんのように、誠実でクリーンなイメージを持つタレントを起用することで、商品の信頼性や好感度を一層高めることができます。特に、彼のように多方面での活躍が認められているタレントは、 幅広い層に受け入れられるため、ブランドイメージを高める上で重要な役割を果たします。最後に、平野翔さんが広告に与える影響は、彼自身のキャラクターやパーソナリティーが大きな役割を果たしていることです。彼はその自然体で親しみやすい性格から、多くの人々に愛されており、広告で彼を見ることで視聴者は安心感や信頼感を抱きやすい傾向があります。これは、 商品の購買において重要な要素であり、彼の存在そのものが広告の効果を高める大きな要因となっています。平野翔さんのようなタレントを起用する際、広告主が考慮すべきポイントもいくつかあります。まず、彼が持つイメージが商品のコンセプトやターゲット層に合っているかどうかを慎重に検討する必要があります。彼のクリーンで健康的なイメージは、食品や美容、 ヘルスケアなどの分野において特に効果的ですが、そのイメージが必ずしも全ての商品に適合するわけではありません。キャスティングの際には、タレントの持つイメージと商品のブランドメッセージが一致しているかどうかを見極めることが重要です。また、平野翔さんのように多忙なタレントを起用する際には、スケジュール調整や契約内容の細部にまで気を配る必要があります。特に、 彼のような人気タレントは多くのプロジェクトに関わっているため、時間的な制約が生じやすくなります。広告主としては、彼のスケジュールを把握し、十分な準備期間を確保することが成功の鍵となります。平野翔さんの今後の活動にも大きな期待が寄せられています。2023年に新たに結成されたナンバー No.1Line I は、彼のこれまでのキャリアに新たな賞を加えるものであり、音楽活動だけでなく、 多方面での彼の活躍がますますす注目されることでしょう彼が持つ影響力と多彩な才能は、今後も広告業界やエンターテインメント業界において大きな影響を与え続けることは間違いありません。これまでの彼の活躍を振り返りつつ、彼が出演する CM や広告がどのようにブランドの価値を高めてきたか、その成功の要因を考察することは、広告主にとっても非常に参考になるはずです。 平野翔さんのようなタレントをどのように活用し、彼の魅力を最大限に引き出すかは、今後のマーケティング戦略において非常に重要なテーマとなるでしょう。もしあなたが広告に人気アイドルを起用し、その効果を最大限に発揮したいと考えているなら、ぜひキャスティングのプロに相談してみてください。最後に、リナは平野翔がこれからもさらなる高みを目指し、多くのプロジェクトで輝き続けることを確信している。 彼の持つ才能と人間性は今後も多くの人々に感動を与え続けるだろうと彼女は熱く語っていた。